はい、ドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイのパート31ですね。やっていきたいと思います。まあ、行動、そしてバーを、復活させようというシナリオ、引き続き続けていきたいと思います。なんかね、こういう空間を作ってしまった影響なのか、こいつら下に行こうとしないんだよね。暗いからかな、下が。明かりを増やそうか。申し訳出るだけだ。まあいいや。でね、このアイアンの壁作るためにですね、鉄がないんですけど、周辺のアイアンの壁をちょっと持ってくればいくらかいけんじゃねというここにあるもんね。これ使っていいんだよね、きっとね。まあ多分足りないとは思うんですけど、あれ、いけそう？いけそうじゃね？あ、でも途中でもね、なんだっけ。ダーツボードとかさ、看板とかやらないといけないからね。着実に、ゴルドンの銅は集まってます。勝手に集まるからね、あれは。微妙に足りねえわ。しょうがないね。じゃあ行動にやっぱ鉄探しに行かないといけないな。よし、じゃあ一晩明かしてから行こうかな。みんなこっちに集まっちゃってさ。バーの真上だけでも開けようかな。食べるところって寝るところあればそんなにだと思うから、バーの真上だけでもちょっと開けよう。明るくなればいくらか変わると思うんだけどな。ほら、バーを利用し始めましたよ。やっぱ暗かったんだ。なるほどね。ここだけは開けておく必要があるってことが分かりました。土めっちゃ落ちてったけど。なるほど。
間違った。この高さよりも一つでも上に行くとさ、村の判定じゃなくなるみたいで、ジャンプするとね、一時 BGM が差し替わるんだよね。だからそこの、まあ、サボテン畑ね、町の判定じゃないんですよ、これ。炎上いろいろあるんだから、見つかえよ。じゃあ、行動に入ります。鉄を見つけなきゃ。あ、せっかくだからトロッコを使おう。さあ、今回はどんな発見があるのか。今なんかいたな。もうみんなやってるね。ここにあったね、レール。もらっていこうかな。材料があれば作れるけどさ。はいはいはい。よし。待って。こっからだな。お、どうまでいっぱいじゃん。俺も取るわ。何やった？そこもねえぞ。あ、こいつが一生懸命叩く分のどうなんだ。これがもらっていこう。あ、まだいっぱいあるね。葉っぱ。なんかいろいろ壊れてるのいいや。なんかやられてんな。多くね、敵。剣がとか欲しいわ。お、レベル上がった。久々の。なんかやられるかな。お、スタミナが上がった。しゃべった。この怪我を取らせてくれ。来ねえのか。これより先の方へ。それでなんか宝か、爆弾的なのか。ちょっと、どけてもらっていいですか。鉄の丸太止め、石炭何個持ってんだろう。あんま持ってないな。
ワープで来れば早かった。しまった。よっ。よっ。ここ葉っぱしたけど何もなかったんだっけか。お、ここもねえな。なんかいるじゃねえか。お、あと思うか。おお、魔物たちはついてくれたのだな。筋肉がないのにすごい嘘なべ。やっぱりこの行動のあらぐれ、あれぐらい行動の中は強大な魔物の巣になってるんだぞ。パーゴンのやつら行動の中まで破壊して楽しんでるみたいだぞ。おいら許せないぞ。おいらも魔物倒したいけど、おいら魔物恐怖症だぞ。魔物退治は二人に任せるぞ。それはそうと、気づけばかなり奥まで来てたみたいだぞ。ここは昔の採掘基地だぞ。今の荒くれの数じゃこれ以上進んでも鉱石は掘れそうにないぞ。一度地上に戻ってミルズに知らせるぞ。おっと、ここには導きの玉があるみたいだぞ。玉に触れておくのを忘れるんじゃないぞ。地下行動は複雑だぞ。迷ったら迷わずワープを使うんだぞ。オッケー。じゃあ、一回帰るのね。OKOK。鍋、行動復旧できたんだな。よくやってくれたぜ。これで鉱石の採掘量が上がる。夕方の報告会を楽しみにしておけな。それはそうと、鍋。おめえ行動に入るときペロに弁当もらってやがったな。はっきり言っておくが、ペロはおめえには渡さねえ。おめえは今から俺のライバルだぜ。ちょっと待つんだぞ。どちらかというとペロはオイラの大切な宝物だぞ。お前たち全員オイラのライバルだぞ。ちょっと待て、俺はおむつをしてた頃からペロを知ってる。ペロの独り占めは許さんからな。ちょっと待て、ペロは俺の天使だ。ペロ誰にも渡さないぞ。お父さん中いてて。ちょっと待てよ。シド、何を言い合ってるか知らんが、俺はバニーってやつに興味がある。お前たちの好きにはさせないぜ。あなたたち、ペロは私の最愛の娘なんです。誰にも渡しませんからね。くそ、みんなペロをめぐるライバルだ。絶対負けねえからな。なんのこっちゃ。で、ナベさん、コードの復旧は順調のようですね。しかし、バー作りも忘れてもらっては困ります。アラクレスのやる気の源こそバーなのです。もしまだ進めていないのなら、設計図の中にドリンクテーブルを作っていただけませんか。設計図の場所に石の椅子を置き、石のテーブルの上に銅の直径を置いて、2箇所のドリンクテーブルを使ってください。素晴らしい、ドリンクテーブルが2箇所できたんですね。もうやっては。ほぼできてるからね。あと、アヤの壁だけ。バーができていけば、アラクレスさんたちのやる気が出ます。鉱石の採掘量も上がっていくはずですよ。以前もお話ししましたが、このオッカムロ島は昔ゴールドラッシュのに湧き立つ豊かな島でした。一日に何千何万と鉱石が取れ、一攫千金の夢見た人がたくさん集まっていたんです。しかし、いつしか鉱山から鉱石が取れなくなって、鉱石をめぐる争いが数多く起きました。そんな時です。人々の争いをなくすと言ってやってきた教団が鉱山を塞いだのは、鉱山が閉鎖されてから確かに争いはなくなりました。しかし人々は夢さえもなくしてしまった。教団の内に背くのは今でも少し怖いですが、私はあなたのものづくりにかけたのです。ナベさん、バー作りに行動の修復、改めてよろしくお願いしますね。任しとけ。でまた、ナベさん、バー作りも進み、行動の復帰も順調です。そこでこの辺りでビルドの鐘を鳴らして、鉱山家にはさらなる仲間を呼んでいただきたい。鐘を鳴らせば町に人が増え、鉱石がたくさん掘れるようになる。
こうすればバーも賑わうというもの。住人たちの願いを聞きつつ、ものづくりのかけらを集めるんです。そして、ビルダーの鐘を鳴らしてください。鐘の力で仲間が増え、ものづくり力が上がりました。これで鉱石の採掘量も上がるはずですよ。それにしてもペロのあの人気ぶり、親の私としてはものすごく心配です。あの子は妻を亡くして私が男で一つで育てた、シェイカーに入れても痛くない大切な娘。いやいや意味がわからない。そんな可愛いあの子をバニーにしてバーで働かせるなんて。ああこうなったら私が代わりにバニーになります。そうだそれがいい。誰も得しねえよ。もうパパったら。私はママみたいなみんなに希望を与えるバニーになりたいの。鍋に変なこと吹き込まないでしょよね。なんということだ。実は私もバニーになってみたかったのに、これぞまさに親の心こしろとなってみたかったの。俺はそっちのこと右だわ。マイルフェットか。おお鍋、なかなか見事なビルダーぶりじゃねえか。そんな貧弱なんか筋肉でよくでやるぜ。体と書いて筋肉でよ。最近はアラクレも増えてきただろ。そこでおめえにアラクレ専用の宿を作ってもらいてんだ。小さな部屋にベッドを8つ、壺3つに宿屋の壁掛けをつけて、アラクレの寝床を作ってくれ。そうそう、アラクレは筋肉を寄せるとよく眠れるんだ。宿屋は小さい部屋で頼むぜ。小さい部屋で作るの。あ、宿屋の壁掛け、小さい部屋で作るの。やべ、バー作りに行動の復旧進んでるみたいね。私このバーをもっともっと素敵にするために看板メニューを作りたいの。やべ、あなたも手伝ってくれるでしょ。もちろん。ありがとう。それじゃあまずは料理を作るための部屋を作ってくれないかしら。焚き火立つと小の箱、行動にあるキノコを置いてキノコキッチンを作ってちょうだい。作った気するな。そうそう、壊したキノコは部屋には置けないわ。グローブで生えているのを持ってきてね。やべ、キノコキッチンを作ってくれたのね。部屋の中に菌糸が詰まって素敵だわ。この部屋があればキノコを育てて料理ができる。バーの看板メニューも考えられそうね。え、父親のバーのために看板メニューを考えるなんて優しいですって。そんなことないわ。美味しい料理でみんなが元気になればってほんの少し思っただけ。優しいじゃん。それに頼んだら何でも作ってくれるあなたの優しさに影響されただけよ。なんつうかレベルの低いツンデレだな。さてと、この部屋で今日から料理を作るわ。メニューの開発、鍋も手伝ってね。おーい、キノコ料理か。それ一択ってのもすげえな。鍋、お前さんのものづくりのおかげでここも鉱山街として発展していけそうだな。俺たちは今までものづくりを人を惑わすという教団の教えでビルダーを悪として憎んできた。だがお前さんのものづくりを見て気づいたぜ。教団の教えが間違っていたことにな。さて、そんなこんなで俺からもお前さんの頼みがある。この町と外との境界線にたくさんの明かりをつけて鉱山街全体を明るくしてほしいんだ。うまくやれば死神が見えにくくなる。町の中のお前さんの好きな壁に壁掛け松明を10個つけてくれ。なるほど、いろいろやることが増えましたと。まあ一個ずつやっていきましょう。あと受け取って、壁掛け松明でしょ。どうするのか。宿屋の壁掛け、油取ってこねえとな。ねえもんな。小さい部屋で出てっつったよね。まあ一回やればいいからとりあえずね。ベッド8つ、壺3つ。ベッド8つ、壺3つ。1、2、3、4、5。
6、7、8で、この空間を、こう囲んだらどうなるの？何？どこだ？どこだ？おおおおお、てめえら。魔物が襲ってくるなってきたな。で、なんだっけ。小さくないね。これを小さい判定にするっていうと、無駄に壁を置いて、どうだ、あ、オッケーオッケー、荒くれの寝床を作ってくれたんだな。すげえじゃねえか、鍋。おめえ素直だし屈託はねえし、よくよく見ると可愛い顔してるよな。照れるじゃねえか。おめえはシドやゴロドンに可愛がってもらえよ。やっぱりペロは俺がいただくぜ。ダメだ。あ、ゴルドン。なんだよ。ゴルドンかよ。下にいる。ケロ、俺がお嫁さんにする。誰にも渡さない。くそ、ゴルドンの野郎。頭毛だけ銅のくせしやがって生意気なこと抜かしやがる。それにしてもあいつ、どこからでも会話に入り込んでくるよな。どんだけペロのこと気にしてんだよ。とにかく俺は認めねえ。ペロが金属野郎と恋に落ちるのも、にやけたビルダーとイチャイチャするのもな。やっぱり俺引き合い出されたけど、よし、荒くれの寝床になってね。これ多分ね、エアレシピ。これはどうなんだろう、部屋レシピとしては、これ多分これより大きい形態があるよね。何を置いたらいいんだろう。バグっぽいのをなんか置けばいいのかな。椅子とか。石欲しいな。どっかで拾っていくか。あ、これいいんじゃね。オッケー。もういいよ、シド。
崩壊。あ、10個に増えた。126個、なんか倍になったよ。いいぞ。より大きい部屋レシピにするためですね。お、超大きい荒倉の宿になった。ええやん。いいね、すげえ荒くれっぽい。石もうちょっと欲しいな。ないかな、あるじゃん。OK。やってるやってる。で、油を集めてこよう。あ、まあいいや、それちょっと一回早速でやるか。いい時間取っちゃったからね。ここら辺で一区切りにしましょう。壁掛け松明をいっぱいつけなきゃいけないということなんだから、待って待って。この辺から集めりゃいいんじゃね？って思った。炭鉱くらいしかないやつかなってんの。ここら辺にあるのは集めてくれば、なんとかなるんじゃね？あ、多分これ2階に置いてるやつ。多分さ、置いてる高さの問題で多分反映されてないんじゃない？あ、ほら、やっぱりね、2階部分反映されてないんだということか。じゃ、この松明上に置くようにして助けていただきますはい、じゃあ次回も引き続きね、コードの復旧、進めていけたらなと思います。ではドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイパート31、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。